久保さん。今回は、い、絞り方にしましょうか。一点集中の絞り方。うん。まあ、あの、リスクを分散するっていう考え方はめちゃ大事です。例えば、ね、サラリーマンで働いてて、じゃあその会社がなくなったらどうするの収入源立たれる。だから、サブでね、副業もやる。だからリスク分散ですよね。 この考え方はもうめちゃめちゃ大事なんだけども、ただし、あ僕はあの一番いい方法があるとするならば、その、どんな状況になっても稼げる一点の物事。ここに一点集中するってことですね。だ要は、会社、そこで考えないといけないところが、キャッシュの出所なんですよ。キャッシュの出所。 要は、一点にサラリーマンとして集中してやるってなったとしても、お金の出どころが会社なんですよね。だこれは、じゃあ会社がなくなったら会社が、給料もらえなくなるわけじゃないですか。終わりですよね。うん。で、あと YouTuber も、YouTuber 終わったとか YouTube 危険だとかなんかいろいろありますけど、これもキャッシュポイントなんですよ。YouTube が熱いとか YouTube が悪いとかいいとかではなく、 キャッシュの出所を考えろって話なんですね。だから YouTube からお金をもらっている。給料をもらっている。それで生計を立てている人っていうのは YouTube がなくなった、えー。YouTube のアカウントがバンされた。もうそれでキャッシュゼロになるわけですよ。わかりますだから僕は一点張りで絶対ここしとかないといけないっていうのが何かっていうとダイレクト課金です。 お客さんからもうダイレクトにお金を入金してもらえるっていう、そこに、そこのスキームですよね。そこの一点張りは絶対に、うん、集中してやるべきだと僕は思います。要は、例えばその顧客リストを獲得するっていう概念があるわけなんですけど、例えば1000人の顧客リストを獲得してます。じゃあ、1000人が明日全員死にますか もし1000人が明日全員死ぬことがあったとするならば、それは日本で何か起きたとき、地球規模で何か起こったときですよ。ね。1000人のお客さんいてね、ね、反応ゼロになるってことはまずないですよ。まあもちろんその、なんだ、その、リレーションシップだったりとか、なんだ、その、やり取りっていうのは必要ですよ。だけど、1000人のメルマガをね、こう送っていて、常に送っていて、リレーションシップを築けてて、 で、反応がゼロになることはまずないですね。しっかりやってれば。うん。だから、久保さんが、この、あの、新しいね、確か FX の商品も売れた、売れ、40本か50本売れました、みたいな話してますけど、これなんでかっていうと、あの、僕の見解で言うならばですよ。僕の見解で言うならば、えー、速っ塾のメルマガを常に毎日送ってると。だから結局、 その新規より速下塾の塾生さんが派生して買ってると僕は思ってます。これは久保さんしかデータ持ってないんでわかんないですけど、多分新規の FX、新規で FX の教材買うより、多分速下塾の塾生さんから派生して買ってる人の割合の方が間違いなく僕は多いと思います。でもなんで多いのかっていうと、えー、常に日々のリレーションシップを速下塾の塾生さんに対して送ってるからですね、多分。 で、ダイレクトに、ね、課金、まあ、あ久保さんもして、課金できているっていうスキームがあるわけですよ。うん。で、なおかつもう、僕とか久保さんレベルに来ると、あの、YouTube が仮になくな、あの、何今のアカウントがバンされたとしても、なんだんまたやれば、もうファンの人が、吉田さん、久保さん、どこ見に行けば久保さん見に行けますかみたいになるので、探しに来てくれるし、逆に多分メール来ると思いますね。 メール来たり分かんないですけど、連絡来ると思います、お客さんの方から。吉田さんの動画どうやったられ見,見れるんですかみたいな。見れなくなってます、みたいなね。これ実際僕は何回かありますもん。うん。だから一回ね、その、僕が面白いなと思ったのが、あの、LINE アットを2週間ぐらい流さなかったんですよ。でね。 えー、YouTube の方は日々もう毎回ガンガンあのアップしてたんですね。だけどメッセージが来て、吉田さん何かあったんですかと。全然 LINE 発信されてないんですけど、なるほどと。うん、<laughs> YouTube めちゃめちゃアップしてんのにな、みたいな。<laughs> あ、これやっぱ送んないとダメだな、みたいな <laughs>、うん。だって僕もうアップしてない日が多分あんまないので、うん、別に LINE アットに流さなかったとしても、YouTube アップ。 やってますからでもそれ見たとき、それお客さんが反応もらったときに、ああ、やっぱ送んないといけないなっていう。うん。まあいろいろ申し上げましたけど、あの、一点張りするときに、一点集中するときに、お金の出どころをしっかりと考えろってことです。うん。だそこがね、僕すべす、すべてかなと思いますね。うん。だそこをか、だか僕の場合は、 あそこを結構フォーカスして考えてるので、あブレないですよ。ここは絶対巨党として残しておかないといけないと。ビジネスを中長期ずっと運営していく上で、めっちゃ絶対大事なとこだと僕は思ってるんで、ここはもう揺るぎないですね、多分まあ、絶対に。うん。だから、ここさえやっと逆に言うと、ここがリスク対策でもあるわけですよ。顧客リストを獲得する、そして商品を売っていく、ダイレクト課金していくっていうのが、 一点集中であり、最大のリスク対策だと僕は思ってます。要は、どっかのプラットフォーム、どっかの会社から給料をもらう、YouTube から給料をもらう、広告がアフリエイト、広告主からお金をもらう、Google の SEO、Google の上位表示に依存するとかね、わかります。そういうのにしなければあの、安定的に収益を上げられると僕は思ってます。だから要は、 そういうプラットフォームを使いな、使って何を獲得しないといけないかっていうと、顧客リストなんですよね。だからこれ江戸時代からも言われてるわけですよ。江戸時代でね、その火事になった時に、その、商いの人がね、火事になった時に顧客台帳をね、顧客台帳を井戸に投げ込むみたいなね。で顧客台帳さえあれば、また家がなくなってもまたアプローチできるぞと。これはもう江戸時代からなんかそう言われてるわけじゃないですか。勉強しましたけど。 なんかまあこれ嘘かもとか分かんないですけどね。でもそういうふうに僕習いましたからね。だそれだけ顧客代償って大事だよみたいな。だっていまだにですよ <laughs>。これちょっと汚い,汚いというかアンダーグラウンドですけどオレオレ詐欺なんかは分かんないですけど多分タウンワークですかね。かんないですけどタウンワークとかなんかその要は電話リストじゃないですか。 もうそれで売り上げもバカバカ上げてるわけじゃないですか。未だに。え、それって何なんですかみたいな。電話番号の顧客台帳リストですよね。そこに対してもうひたすら電話してるみたいな。で、これだけね、これだけ俺より詐欺の話がね、あの、出てて気をつけろってなってるのに、俺より詐欺のね、売上ってずっと上がってるんですよ。やばないですかもちろん巧妙になってるっていうのもありますよ。手口が。手口がめちゃくちゃ巧妙になってるってもあるんだけど、 電話してるの何ですかって話で顧客台帳じゃないですか電話番号ですよね <laughs> これなかったらそれができないわけじゃないですか逆に言うとこれがあるからできてるわけであってうんだから一番そのビジネスで大事なところは何なのか売上をずっと中長期上げていくお金を稼ぐ上で何なのかっていうこのマストのセンターピンをしっかり考えるっていうのは大事ですね こ,ここが一点集中でありリスク分散であり、まあ、すビジネスをしていくんだったら全てかなと思いますけどね。うん、はい。いってらっしゃい。